優勝おめでとうございます。ありがとうございました。完全優勝のお気持ちいかがでしょう。そうですね、やっぱり地元での優勝は嬉しいです。今日の決勝戦どう戦おうと思っていたんですか。まあ、ちょっと初日と2日目とあんまり納得のいくレースができなかったので、最終日は思い切ってやろうと思ってました。納得のレースですね。そうですね、逃げ切れて嬉しいです。今全く負けてない高木真備選手ですが、この後もうずっと続きそうですね。そうですね、まあ、あんまり連勝とかは気にせずに一戦一戦頑張りたいと思います。もちろん大きな明確な目標はお持ちですよね。そうですね、グランプリで優勝したいっていうのをずっと思ってやってるので、それにつながるような一年にしたいと思います。はい、では全国のファンの皆さんに一言メッセージお願いします。はい、連日応援ありがとうございました。せっかくの地元で無観客での開催で、まあ、少し寂しい部分もあったんですけど、しっかり優勝できてよかったです。また頑張るので今後も応援よろしくお願いします。立川での完全優勝おめでとうございました。ありがとうございました。